さあ握手からいきなりジャーマンスープレックスで投げっぱなししました。かつ返しのゴングはそれを追うように鳴らされました。もう一発、今度はバックドロップです。しかしすぐさま立ち上がって追いかけます。スタナーのように相手の首へダメージを与えて場外に落としたラビットが青コーナー最上段に上がり場外のダイブを狙います。相手は何と言ってもブランクがあるカツ、そのブランクのあるカツにダイブをぶちかましていきました。場外ボディアタック、先制したのは勝間奈美でしたが、すぐさまラビットミューがこの流れを変えます。もう一回いくのか、もう一回コーナーダイブ、場外にダイビングボディアタックを放っていきましたラビットミューです。まあ、すぐさま立て直せるあたりはやはり常に、実戦で戦ってきた側の有利というところでしょうか。ジャーマンスープレックス、そしてバックドロップと出した勝ですが、当然これはブランクはいかに相手の技を、受けられるか、こちらの方に響いてまいります。攻めよりも受ける側、受けに回った時にこれに耐えられるものがあるかどうか。ミサイルキック、まあ、そういったものも、身に備わっているかどうか、それを確認するかのようにラビットミューがやり返しております。お母さんが病気に、になってしまったということで、そのお母様のそばに、いるために、現役引退という道を選びましたこの勝間奈美ですが、残念ながら、お母様が、亡くなられまして、そこからまた、気持ちを入れ替えまして、リングに、帰るというそういった選択をいたしました、勝間奈美です。亡きお母様のためにも、このリングに戻って、まあ、戦い続けるということでしょう。その帰ってきた勝間奈美の最初の相手、名乗りを上げたのがこのラビットミュー、同期です。ラビットミューは2011年8月7日デビュー、そしてこちら勝間奈美は2011年同じく2011年4月3日ということで、4ヶ月ほど勝の方が先輩に当たりますが、ほぼ同期と言っていい間柄。さあ追いかけて後頭部に2位を入れた勝が何を狙うか、ペディグリーか、ダブルアーム式のバックブリーカー。さあお客さんの声も耳に届いているので割と落ち着いているかもしれません。もう一発ダブルアーム式のバックブリーカーです。かつて現役を続けていた頃はブロックバスターを得意技としておりましたこの勝間奈美です。まだその技は出ておりません。ハーフボストンクラブ逆肩指固めでラビットミューのスタミナを奪いにかかります。先ほど場外に出したラビットミューのダイビングボディアタック、ダイビングボディプレス、これが勝間奈美の、2014年7月13日引退試合の、フィニッシュホールドとなりました。まあ、そこからの続きということでしょうか、ラビットミューの中にその、記憶が残っていたのかもしれません。帰ってきた勝間奈美に最初にヒットさせたのはボディアタックでございます。しかしそれをしのいで勝が再び、ああエプロン走って場外への、まあ、RKO になりましたかね今のはね、まあ、こういった破天荒な技を久々のリングでしっかり見せられるということで、まあ、この辺はやはり将来を嘱望されたカスらしさが出ております。さあ相手を休ませることなくリング内に入れました。そこから今はリバーススプラッシュ式に、エルボーとしましたがね、最終的にエルボードロップで乗りました。カウント2です。確か中学生の時ですかね、週刊プロレスの企画で、憧れの選手でありました日向あずみ選手と、会いたいという、でその選手に会えるという企画で応募しまして、プロレスラーになる前から、日向あずみさんと、接点ができて、それを機に、その後本当に JYP 女子プロレスに入団してまいりましたこの勝間奈美です。
さあジャーマンに行こうとしたところ、それを食い止めてスライディングのようにエルボーを放ちます。カウント2、そこからクロスフェースに持っていきます。流れるような攻めです。ラビットミュー落ち着いております。試合時間5分経過。約2年ぶりの試合、2年ぶりの実戦で5分が経過いたしました。勝間奈美、スタミナの方はどうでしょうか。さあこのように実戦を離れた相手のスタミナを奪う攻撃に出ております。これはロープに足を伸ばしたいところですが、まだ位置がつかめてない模様です。足を伸ばせばロープにかかる位置なんですが、そのロープの位置がつかめてない模様。これ長くなんとかロープに到達いたしました。長くこれを食らってるとスタミナを消耗して体が動かなくなります。さあコーナー付近にタツをセットしてダイビングダブルフットスタンプ。さあこういった技は厳しい。リングを離れていた人間にとってこういった技は厳しい。なかなかえげつない攻めを見せますラビットミューです。身長139センチながら負けん気、これはジェイダーピー1、2を争います。とにかく気が強いラビットミューが3発目のダイビングダブルフットスタンプ。左肩を上げました、かろうじて上げました。タスマナミ、耳元に聞こえるあのカウントの音を思い出したでしょうか。カウント2で肩を上げる、ジャーマンスープレックスホールド、これもカウント2で返す。そうか、それを返すかと言わんばかりにうなずきました。さあエルボーをヒットさせましたが、まだホールに行きません。ライディア剥がれからイケイケという声が飛んでおります。ロビットミュー、さあ勝がちょっと朦朧とした状態で立ち上がろうとしております。それは背後から今度は後頭部にエルボー、次は正面から行くのか。ラビットが飛ぶスライディング式のエルボーに3発目でホール行きましたが、これもカウント2で粘ります。なかなかの粘りを見せます勝間奈美。とても2年近くリングを離れているとは思えないこの粘りです。しかしスタミナは確実に消耗しております。体が動かない、あの懐かしい感触、体が動かない感触。おっとこれはヒップ落としていったが指固めで切り返す。カウント2、カウント3ギリギリでラビットがホールをクリア。そして先ほどから、おさあこれダルマ式ジャーマンになりましたね。ダルマ式ジャーマン、これもラビットが返します。先ほどから見ていると非常にブリッジ技はとても、ブランクを感じさせないものを見せております。勝間奈美ですが、しかし技を決めても3カウントが遠い。ちょっとミューが今片膝をついております。効いてないわけがございません。あの角度から落とすスープレックスです。効いてないはずがありません。しかしここで相手に弱みを見せるわけにはいかない。勝間奈美がリングを離れている間、この JWP の白いリングを守ってきたのはこのラビットミューです。さあエルボー連打する、動きを止めましたラビットミュー。エルボー相打ち、さあ勝つ行くのか、まだ行きます、まだ前に行きます。前に出る勝つを同じエルボーで、おお、これは今レッグラリアットに狙ったでしょうか。膝を突き立てたか、これもカウント2決まりません。道のくドライバーのように叩きつきましたが、これもカウント2、技は衰えてないですね。あとはやられた時の耐久力ですが、エルボーでラビットを弾き飛ばしフォール行く、これもカウント2。さあラビットも余裕がなくなってきました。猛攻を見せます勝間奈美、とても再起戦とは思えない。さあ勝負に出ますか。コーナーをチョイスいたします。それをミューが追う、這いつくばりながらミューが追う。さあコーナー上での攻防が見られそうです。これを制すのはどちらだ。同期対決、
2年ぶりの同期対決、ラビット・ミューがこれは雪崩式のブレンバスターで投げる。しかし返します、よく返します。この2年間あの高さから後ろに叩き落とされる経験なんとなかったはずですが、それでも体が覚えているのでしょうか。これを返すことに成功。しかしバックに回りました。さあミューがこれは腕を決めるぞ。さあラビットスープレックスホールドを狙う。ロープの反動を利用して、これもカウント2。ジャーマンスープレックス成功させましたが、これもカウント2です。さあ再びラビットスープレックスを狙います。このままラビットスープレックスホールド、これで3つ入りました。勝間奈美再起戦は黒星です。しかしラビットスープレックスを出させるまで検討いたしました。試合時間10分56秒です。この試合をもって勝間奈美が JWP 女子プロレスに帰ってまいりました。さあ2人の間でパーソナルなやり取りが、ああ抱き合ってますね。まあ、本当にあの引退した時はね、そのまあ本当惜しい人材というように言われておりましたけども、まあ、こうやって帰ってきたわけですね。